Here's my pile of hell. I mean, hard work. 今日はカメラが使えなくてね、携帯撮ってるんですけれども、 IB 高校2年生3年生の時のノートを振り返ります。前回日記を読んでて、今回は IBDB の Grade 11、Grade 12のノートを見返して、その時のことだったり勉強内容についてちょっとお話ししようと思います。今年の5月の試験はなくなってしまいましたが、皆さんも試験勉強は準備し始めていた、もしくはもうしていたかもしれないので、共感できるところもあると思います。最後の一冊は教科書だけど、これとあともう一つ同じぐらいの分厚さのバインダーがあって、でそのバインダーはどこに行ったのか分かんないんですけど、とりあえずこれだね、今のシンガポールのうちにあるの。しかも見ての通り全部私の好きな色です。こうやって私はモチベーションを上げていました。好きな色の文房具を揃える、それをまず一つ。まず教科書から Easy Steps to Chinese. Frankly, this was not easy at all. I'm sorry. This title should be changed to Not So Easy Steps to Chinese, because nothing is easy. これは読解が多かったですね。テキストを読んで答える、教科書ワークみたいな感じです。中国語Oh my god. 普通に比喩とか慣用句とかも多いので、しかも見てケミストリーのなんかいろいろ書いてある、多分テスト前だったから、中国語の授業にいてもケミストリーで頭いっぱいだったんでしょうね。ちなみに私が取った科目は Chinese BSL、 English A、 Language and Literature SL、 Chemistry HL、 Business Management HL、 Film HL と Math SL です。文法とか本当に分かんないので、テキストの文章を真似したり、もうすでにある文章に言葉を置き換えて使うなどしてました。最終的に IB の試験では健康について書いてたので、健康のページにこういうマークされてます、参考できるように。中国語は喋るのがすっごい苦手だったんですけど、書くのが得意の方で、なぜ得意かというのは丸々暗記してそのまま書いてたからです。なのでもうある意味ずるかもしれないけど、これ万能な文章だっていうのを見つけると、それを丸々暗記してテストに書いてってやってました。これはすっごく私の大切なバイブル的存在でした。このバインダーに勉強しているものすべてを詰め込んでました。最初は English、 英語がとにかく苦手だったので、読解力がないというか文章もって感じだったから、何回も練習して、最後の方は週1で新しい論文書いたり、放課後先生にチェックしてもらったり、みんなより努力しないとみんなとついていけないって感じだったので、先生に激しくアプローチしていました。ちなみにこれ東急ハンズで買ったと思う。日本で文房具買うのが唯一の癒しで、日本で文房具を買っては香港で勉強するって感じでしたね。ストイキオメトリックリレーションシップ、えよー、ケミストリーも本当に苦手だったかな。最終的には大丈夫だったんだけど、苦手で自分がダメっていう自信がなさすぎてすんごい練習してました。これ全部ケミストリー、同じ問題 3,4 回やったかな。ひたすらルーズリーフでやって、こういうタグはわからない問題があると質問を書いて後日先生に聞く印をつけてました。日本語が変だけど、まあいいや。そんな感じでケミストリーは結構やってましたね。もうこれだけじゃないんです。もう教科書の問題、ネットで漁った問題集、先生が作った問題、 IB の過去問を3グループぐらいしたと思います。で次は数学。数学は結構好きで特にトラブルはなかったんですけど、練習しないと忘れちゃうのでひたすら似たようなことをやってました。テストって必ず1つや2つすっごい難しい問題があって、それが7を取れるか取れないかの境目になるんですけど、その超難問が出てくるとこうやって印をつけて先生に聞きに行ったりしてました。結構見やすいように書いてます。小テストやったり過去問やったり教科書もやったり、特にこれ苦手だなと思うところはインターネットで他の学校が投稿している問題集だったり、とにかく違う問題集を探してやってました。教科書とか授業って全部を教えてくれるんですけど、一つ一つこれがピンポイントで分かんないってあった場合、もうそれだけを調べて徹底的に特訓してました。うわー、見たくもない、本当に嫌。マークは模試だから模試試験もやってました。中国語は論文の練習ですね。ここに全部挟まってるんですけど、2年ぶりだから何にも覚えてないんだけど、オーラルだ、書いてます、メモしてた。最後はビジネス、パソコンで書いたものもあるんですけど、最後はやっぱペンの練習、手の動き
を練習する必要があると思うんですよね。 IB ってとにかく時間との勝負なので、いかに早く的確に書けるかのバトルだったのでもう地獄よこれ。小説ですか。しかもすっごい罰とかいろいろ先生にチェックしてもらったりしてますね。ビジネスに関しては大きい論文みたいなのがあるんですけど、それが点取りにくくて、その特訓をするために何個も何個も論文を書いては先生にチェックしてもらってました。そのおかげでめちゃくちゃ得意になりました。なんか先生がね、ビジネスで100問問題集みたいなのをどさっと春休みの前にネットでシェアしてくれて、もうそれを私は全部やったるぞっていうぐらいの気持ちでひたすら毎日毎日やってましたね。ビジネスは一番最初にやった試験だったので、早めに準備段階に進んでたと思います。まあこれはビジネスでひたすら書いてました。他のものはまた別であるんですよね。これはもうモチベーションのために買いました。自分の好きな色のノート、持ち運びできるので小さめのノートに、これはペーパーワンケーススタディの方のものを書いてました。わあ、最後ケミストリーになってる。これはマイ教科書です。教科書を自分で作りました。ケーススタディを分析して取ったメモとか、なんとなくこんな問題出るかなっていうのを予想して答える模範解答みたいなものを自分で作りました。ケミストリーの方も大事な方程式とかこういうルールだよっていうのはここにまとめて書いていたので、手で隠して自分に問い詰めてみたり、何かハッと思った時に見返したりしてました。でこんな感じでケミストリーの場合トピックがいくつかあるので、予習できたらチェックチェックチェックってしてチェックリストみたいなのも作ってましたね。これは売れるよ。ケーススタディの分析って自分だけだとすごい大変だと思うんですけど、インターネットで調べるとやってくれてる人もいるので、そういうのを自分の言葉に書き直してみたり、まあ、自分で、あ、ここ重要なポイントじゃない、なんでだろう、問題出るかもと思ったところを詳しく書いたものです。これは第2のバイブルですね。これビジネスのペーパー1のチェックリストの重要なポイントをドワーッとチャプターごとに書いて、得意、これは微妙、これは全然覚えてないっていうのを把握するために書きました。まあ、色はそこそこかな、そんなに激しく使ってないですね。とハイライターとかも全然使わなかったです。 Oh my god。 これは授業でもらったプリントとそれに合わせた宿題をまとめたものなので配られたプリントです。プレゼンテーションみたいな感じでもらったので、復学がいくつかあるんですけど、授業中それを先生が教えてくれるので埋めたり宿題置いたりしてました。わ、もしもある。すごい、これもしで4取った時すごいショックだったけど挽回したのでもういい経験です。最後に映画のストーリーボードも入ってました。懐かしい。みんな受験生なのでスケジュール管理とかリハーサルとかロケ地行くのにも時間かかったし、撮り直しの時はもう最悪でしたけど懐かしいですね。ちなみにこれも全部ケミストリーだと思うんですけど、ケミストリーはね、私ノートをルーズリーフにこうやって撮ってて、チャプターごとにこういうあのファイルに入れてたんですね。でこれを全部一緒に入れたのがあの行方不明のバインダーなんですけど、ノートを全部一つでこうやってまとめてました。ルーズリーフで書いたノートは授業中のメモじゃなくて復習の時に撮ったメモです。教科書と授業のプリントとインターネットを調べてマイ教科書をルーズリーフで作ってました。ケミストリーはね、これは何、これもケミストリーだ。もう地獄だよ。チャプターごとにテーマの色を決めてたりしてなんとか楽しんでましたけど、あとペーパー3のオプション D、 私は医学を取ったんですけど、でリングにまとめちゃいました。捨てちゃったかもしれないけど、最後の方は大事な単語とか方程式は全部フラッシュカードに書いて穴を開けてリングにまとめて単語帳みたいなの自分で作って、それをあちこち持ってってました。これは教科書だけど単語帳は別でまた作ってました。聞かれる問題を予想してこれを見たら頭の中で答える、そして裏をめくって答え合わせするクイズみたいなフラッシュカードを作りました。このようなフラッシュカードのセットは10個くらい作ったと思います。次はん、これビジネスだ、思い出した思い出した。これはビジネスも自分で教科書作ってて、
ビジネスの場合グラフとかそういうのはあんまりなかったので全部パソコンで書いてました。こんな感じです。ビジネスは単語の意味、具体的な例、advantages, disadvantages などなど覚えることが多かったので、それもまた前教科書作って見返したり、問題でわかんないと思ったらこれに戻ってましたね。 advantages, disadvantages、 このポイントをもとに論文を書く、問題がよく出てくるので、そういう時は3つか4つそれぞれ求められるんですけど、思い出せない時にここに振り返って見てました。これさえあれば何の問題が出ても勝てる模範解答的な存在です。これも高校2年生から3年生までずっと書いてたので結構分厚いんですが、要するに教科書を自分なりにアレンジしたバージョンで、画像とかはそこら辺のものを使ってました。教科書って全部細かく書いてないので、具体的な例が欲しい場合、やっぱテスト中でパニックっちゃって頭真っ白になるじゃないですか。それを防ぐために事前にも調べちゃって暗記しての繰り返しでした。例えばマネージメントとリーダーシップの違いは何、大体3つか4つぐらい書けばいいんですけど、一応多めに書いといて覚えているだけ書く、なんて説明すればいいんだろう、まあ、とにかく必要だと思うものは全て書く以上。はい、結構な量だったんですけど長くなってしまったかもしれません。まあ、皆さんお家にいるのでちょっとね長い動画でも楽しんでいただけるかなと思います。やっぱ2年かけると相当な量になりますよね。毎日ちょっとずつやっていくと本当にとんでもない量になるんだなと改めて実感しました。今は昔ほどそんなにこうガリ勉してないんですけど、する価値はあったんだなって、まあいろいろ思うわ。ちょっと汗かいてきちゃった最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。IB の動画は他にも上げてたり、勉強法の動画も投稿しているので、ぜひそちらの方もご覧ください。ではまた、バイバイ。